自分の人生一度きりしかないので、日々自分ができることを全力でやりたい。2022年9月浅田真央さんが新たな挑戦に乗り出しました。お願いします。初めてショーを全面プロデュースし、座長としてリンクに立ちました。長年夢見てきたフィギュアスケートの枠を超えたエンターテインメントです。オーダーメイドで作り上げた衣装、そして磨き上げた表現力。さらにフォーメーションダンスを取り入れた振り付け、10人のメンバーは自らオーディションで選びました。映像とフィギュアの融合にも挑戦。浅田真央さんの新たなアイスショーの誕生です。そのもののショーって感じですごい良かったと思います。なんか手の動きとか、スケートリンクはその安定しないのにバレエと同じくらいすごくしなやかで、今までのショーのイメージとは全然違う、一変した感じ。しかしこのアイスショーにたどり着くまでは長い道のりでした。6年前に選手生活を終えた浅田さん、一時期はスケートを離れていました。30歳を超え、自分の進む道を模索していました。そんな中、ある俳優との出会いが運命を変えます。映画俳優の吉永小百合さんです。吉永小百合さんとのツーショットです。もう一回私がアイスショーをやろうと思ったきっかけ、吉永さんのお話を聞いてすごくたくさんパワーをいただきました。再び動き出した浅田さんを1年にわたり独占密着。ショーのテーマは過去の自分を超える。ダーン、ビヨンド、乗り越える。
10代で世界のトップに立ち、その後も高みを目指し続けてきた浅田さん。常に自分と向き合い、自分を超えようとしてきました。今回のショーでは、フィギュアスケートの表現力をさらに磨き上げるため、バレエ、そしてタップダンスにまで挑戦。スケーター人生、そこまで何十年も滑れるわけではないので、本当に一瞬一瞬悔いなく滑ることが今一番大切なことかなって。その浅田さんの挑戦に壁が立ちはだかります。新型コロナウイルスの影響でショーの開催は延期に次ぐ延期の連続。メンバーと意見のぶつかり合いも起きました。開催できるかできないかっていうところまで私自身も追い込まれてしまった。ショーを成功に導くことができるのか、リーダーとしての重圧がのしかかります。困難を一つ一つ乗り越えながらアイスショーに挑んだ浅田さん。皆さんの期待以上の新しいアイスショーを作りたい。その記録です。行きましょう。行きます。せーの、ビアゴー。頑張りましょう。取材が始まったのはショーが開催される1年前の2021年秋。メンバーと初顔合わせの日です。いよいよですね。どんなことを初日は皆さんに伝えて始めたいなと思ってますか？なぜこのアイスショーをまた始めるのかということと、自分の思いを少しだけお伝えできればなって思います。そんなに話すのが得意ではないのでできる限り自分の思いをみんなに伝えたいと思います。長期にわたる密着取材、どこまで撮影が許されるか聞くと、はい、いや大丈夫です。着替えてるところは NG ですけどそれ以外だったら別に、はい、はい、大丈夫です。メンバーは浅田さん自ら150人の応募者からオーディションで選びました。本日からよろしくお願いします。メンバーに向けアイスショーを作り上げる決意を語りました。スケーター人生そんなに長くないので、最後までスケーター人生やりきって終わりたいなという気持ちがすごくあって、やっぱり過去を超えていくためにはやっぱりみんなの力も必要ですし、それぞれ一人一人が自覚を持って責任を持ってできると思って選んだので、そういう気持ちを持ってできたらいいなと思ってます。ショーは15曲、90分間ノンストップで滑ります。一つ一つの振り付けは2ヶ月かけて自ら考えてきました。ダラランっていうところで
コーチ経験のない浅田さん、演技指導をしたことはほとんどありません。待って、それぞれなんかポーズして、で、あとはペアしないのね。だから最初の近く来てからこっちで離れて、で自分の位置につくっていうところまでちょっとやってみようかな。メンバーの性格や強みを見極めようとしていました。一人ずつ離れるもちょっと見てくれ。早めに集まんなきゃダメじゃない、どう？一人ずつ出るんだったら、うん、でも音さっきちょっと合わせたけど、その渦巻きがちょっともうちょっとこうみんながギュッてなってからの一人ずつビーって出た方が綺麗だと思う。中にはアイスショーに出たことがないメンバーもいます。大学を休学して浅田さんのショーに参加した人もいます。こっちに行っちゃうのもったいないと思う。最初の立ち位置どこだった？最初の立ち位置のところでこのトーステップができたらまっすぐみんな行けるけど、こっちの子たちも全員こっちに行っちゃってるからもったいないと思う。昼間はリンクが一般客に開放されるためダンススタジオを利用。リンゴ目ちょっと動かす、3回目ちょっと時には練習が深夜に及ぶこともありました。この時ショーの開催は半年後の2022年4月を目指していました。どうすれば観客が喜んでくれるのか、浅田さんの模索が続きます。やっぱり選手の時はルールがあってやらなければいけないことがあって、すごくルールに縛られたスケートだったと思うんですけど、今は全くルールもなく自分の滑りたいものだったり表現したいものだったり、まあ、衣装もそうですし照明もそうですし、いろんなものが自由になったので、より自分自身への挑戦ではなくだけではなく、お客様が見てどう楽しんでもらえるかだったり、どう綺麗だなって思ってもらえるかっていうのをすごく重視するようになったと思います。浅田さんは12年前に病気で亡くなった母京子さんの勧めでスケートを始めました。この時浅田さんは5歳。バレエやピアノ、いろいろな習い事をやる中で一番のめり込んだといいます。15歳でシニアデビュー。武器は当時ほとんど成功した人がいなかったトリプルアクセルでした。Mao ASADA。
瞬く間に世界のトップへと駆け上がりました。びっくりしているし、すごい嬉しいです。やっぱりトリプルアクセルが一番飛びたかったので、アクセルが決まったのが良かったかなと思います。常に自分との戦い、自分を乗り越えようとしてきた浅田さんのスケート人生。トリプルアクセル、ダブルトーループ、やりました。素晴らしい、2つ入りました、成功。いやでも素晴らしい、素晴らしいですね。これはまた一つ大きな階段を上りました。19歳でオリンピックに初出場。銀メダルを獲得しました。競技生活を終えたのは2017年。私、浅田真央は選手生活を終える決断をいたしました。これから新たな目標を見つけて笑顔で、前に進んでいきたいと思っています。はい、皆さん応援どうもありがとうございました。その後は全国のファンに感謝を伝えるツアーを3年にわたり開催。ツアーが終わった頃には年齢は30歳になりました。今後スケートとどう向き合うのか。それとも違う道を選ぶのか。なかなか答えは出ませんでした。こんにちは。おはようございます。そんな中、ある俳優との出会いが運命を変えます。では、じゃん。映画俳優の吉永小百合さんです。吉永小百合さんとのツーショットです。今も携帯の待ち受け画面にするほど大切な出会いだったといいます。実際に長くお話しするのは初めてで、とっても緊張したのを覚えてるんですけど。一昨年、浅田さんは吉永さんの主演映画のプロモーションで対談をしました。選手時代に面識はあったものの、じっくりと話をしたのはこの日が初めてでした。吉永さんは浅田さんが自分の進む道に迷っているのではないかと感じたと言います。引退されて、やっぱりご自分の道をどういうふうに生きていくかっていうのを考えてらっしゃるっていうのを感じました。土地に自分で農作物を栽培してみたいとかね、いろいろな思いを語ってくださいました。やはりどういう道を歩いていくのかっていうことは常にこうきちっと自分の中で考えながら行動してらっしゃるっていうことは感じられました。実は吉永さん自身もキャリアを積む中でその先の人生について迷った時期がありました。浅田さんの迷う気持ちも理解できたといいます。28歳で結婚したんですけれども、その後はどういうふうに仕事と関わっていくかっていうのがちょっと迷っていて、ちょっと
どういうふうにしていこうかっていう思いはありました。でもまあ、映画の世界にもう一回こうしっかり地に足をつけて生きてみようっていうことを作品を通じて思って、それで続けるようになったんですね。浅田さんの背中を押した吉永さんの言葉があります。今も自分の演技に満足することなく映画俳優の道を歩んでいます。この言葉を聞いて浅田さんは、もう一度フィギュアスケートと向き合い高みを目指したいと決意したのです。本当にたくさんの経験をされて来ていると思うんですけども、それでもやはり仕事の撮影の時などはたくさんたくさん悩むこともあるみたいで、これだけ何十年も俳優さんとして活躍されている方でもやっぱりすごく悩むんだなと思って、で私もたくさん悩んでいいんだなって思いました。吉永さんでさえまだまだ学びがあるとおっしゃっていたので、私もこれからどんどん、もちろん失敗もあるとは思うんですけど、それを繰り返しながら学んでいけれたらいいなというふうに思った時間でもありました。動き始めた浅田さん、これまでにないアイスショーを作り上げたいと考えました。子どもの頃は苦手でやめてしまったバレエ、もう一度習うことにしました。バーレッスンがちょっと苦手なんですよ。ずっとこう持って、ずっとゆっくりやらないといけないので、私子供になった時はいつもバーにぶら下がってて、大人になってからはなんかバレエの良さを改めて気がついて、足先や手先の繊細な動きを身につけ表現力を高めようというのです。このこっち下ろし方とかもやっぱり最後の最後の関節まで、すごい細かいところを教えてもらったので、意識的にそれができるように。リズム感を養うための習い事も始めました。タップダンスです。よろしくお願いします。今日もお願いします。ありがとうございます。お願いします。もうすごいです、タップは。全然なってますよ。これもうならないんですよ、本当に。タップはならない。芸事に対して多分その基本があって、ここまでできないとやっちゃいけないっていうのものすごい強い方だから。
マウチちゃんは 足がすごいですもん、本当に足の裏が分厚くなりました先生。なりますね、足の皮というのかな、やっぱりずっとこう叩いてるからね、はい、あると思います。同じことばっかりやってるとこう体もそうですけど頭も疲れちゃうっていうか、だからあのタップやったりバレエやったりすることで別のところを動かすことによってまたそれがあのいい方向に向かっていくので、スケートにつながる、もう本当にいろんなことにつながるので。失礼します。今回浅田さんはアイスショーの全面プロデュースも初めて手掛けます。すごいお忙しい中ありがとうございます。いや、こちらこそ。なんかこの日は衣装の打ち合わせ。すごいびっくりしました。あ、この衣装もこの衣装も素敵だなって思った方が結構里美さんの衣装が多くて、いつかチャンスがあったら、はい、はい、お願いしたいって思ってました。いや、本当びっくりです。なんかはい、頑張ります。ちょっとがっかりですね。トップスケーターの衣装を多く手掛けてきたデザイナーの伊藤里美さんに自ら声をかけました。紫となんかこういう感じでも素敵かなって思う。どうなんだろう。全ての曲で衣装を変えたいと考えていました。イメージはいろいろと、でもなんか本当にバレエの人みたいなパンツで行きたいです。メンバーの意見を聞きながらイメージを固めていきます。若干ちょっとこういう、どうする、おはらのおへそはどうする、出てた方がいい、出てた方がいい、本当。え、だってさ、ここだったらさ、パンツで、おばあちゃん、なんかモンペンみたいになったらいい。OK、頑張る。頑張る、ちょっと、はい、あの、一日ちょっと覚悟をください。一日よく考えます。全面プロデュースにこだわるのは、大好きなアーティストの影響です。中学生の頃から大ファンという、歌手の浜崎あゆみさんです。憧れの人の曲を聴いてテンション上げる。自らチケットを取ってライブに駆けつけるほどファンという浅田さん、歌うだけでなくライブのすべてをプロデュースする浜崎あゆみさんに憧れてきました。いつか自分も同じように全面プロデュースするアイスショーをやりたいと思い続けてきました。いろんな新しいことにチャレンジしているので、すごい新鮮な気持ちです。自分も楽しまなければお客様も楽しんでもらえないと思いますし、自分が、もっともっとレベルアップするためにはいろんな新しいことを取り入れたいというふうに思いました。選手の時も今も、滑る気持ちは変わりましたけど、でもその真のそのスケートに対する思いというのは全く変わらないです。常に進化したいって思ってますし、常に過去の自分を超えたいっていう思いがあります。全体練習を開始してから一月、思い描くショーに向けて練習漬けの毎日を送っていました。
今回浅田さんは新たな試みをしました。振り付けにフォーメーションダンスを取り入れることです。なんせスケートをね、はい、したことないので、はい、ダンサーで振付師の清志郎さん、フィギュアスケートの振り付けは初めてです。乃木坂46などアイドルグループの振り付けを数多く手掛けています。大人数が違う動きをする独特なダンスが有名です。優しい時間の始まりに。浅田さんとはコマーシャル撮影で出会い、同い年ということで意気投合したといいます。依頼したのはショーの中盤にメンバー全員で踊る幻想即興曲。選手時代に浅田さんが使った曲です。2008年、初めて世界一になった時のフリー。気を詰めていた客席からも悲鳴が上がりました。トリプルフリップ、トリプルトーループ、これは綺麗に決まりましたね。この時はジャンプやスピンの数などがルールで制限されていました。清志郎さんとならもっと表現の幅を広げることができるのではないかと自ら声をかけました。すごい素敵。あ、本当ですか。ダンス頑張らないといけない。よかった。でも素敵です。すごい、ちょっと考えながらいろいろやって、ありがとうございます。ダンス頑張らない。よかった。よろしくお願いします。トン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 。メンバーが移動を繰り返し、フォーメーションを変えながら踊る複雑な振り付け。フィギュアスケートではあまり馴染みのない動きが続きます。せーの。特に苦労したのは曲の後半にあるこの場面。せーの。メンバーごとに手の動きをあえてずらしています。はい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 。清志郎さんならではの振り付けです。滑りやすい氷の上、一部のメンバーのポジションがずれまとまりません。自分の動きをもう一個はっきりしてもらわないとバラバラな動きに見えちゃうので、手先手先一つ一つに全部エナジーがあるように見えたいです。うん、ここはいいですね。45分開始で大丈夫です。はい、45分から頭からさらっていきます。休憩時間も
浅田さんは練習を繰り返していました。フォーメーションダンスという新たなジャンルへの挑戦で、表現者としてさらに上を目指したいと考えました。部活を私はやったことがないので、もう自分対リンクでずっともう自分と向き合ってきて、どちらかというとそっちが好きなタイプで、あまりこう大勢と一緒に何かをやるっていうことは得意ではないんですけど、自分が常に全力でリンクの上ではそういった姿をみんなに見てもらえたらいいのかなという感じです。振付師としてトップを走る誠志郎さんは、浅田さんの表現を突き詰める姿勢に共感しています。すごくプロの魂をやっぱ感じるんですけども、そのプロの魂の中にすごく聡明さと負けん気と泥臭さっていう、いい意味の泥臭さなんですけど、ダンスの世界はやっぱりそのセルフプロデュース、自己プロデュースをしてやっぱりナンボの世界なので、浅田さんもそれをやっていて、なんかそれがすごく伝わってくるというか、自分がやることに対してもそうだし、そのみんなが踊ることに対してのもそうなんですけど、一つ一つのやっぱこだわりをじんじんに感じるんですね。浅田さんのスケートに対する情熱はメンバーに大きな刺激を与えています。芯が通ってるし、スケートに対する姿勢はやっぱり、はい、こういうスケートをしてきたらやっぱりみんなから愛されるようなスケーターになるんだなっていうのがすごい納得させられる。マオのすごい、一番すごいなって今思うところは、自分らしい凄さを見せることによって人に自信を与えられるところ、ストイックすぎてちょっとこれ違うんじゃないのとかって言われても、もうなんていうの、聞かないというか、もう自分の見えた目的地までたどり着くのが自分の目的だから左右されないというか。練習開始から2ヶ月。おはようございます。おはようございます。この日の練習は照明や音響効果の担当者などショーに関わるスタッフを招きました。本番を想定しての初めての通し練習、ランスルーを行います。全員でここまでの仕上がり具合を確認していきます。短期間で仕上げたとは思えないほどの出来栄えだと、浅田さんは手応えを感じていました。のランスルーとは思えないぐらいまとまってたなっていうのは感じてます。私たちにしかできないアイスショーを一緒に作り上げていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。練習も酷ではないですし、
滑ることも、苦だと思ったことはないので、やっぱり自分にはすごくフィギュアスケートが合ってるのかなって思います。やっぱりリンクに乗ると本当になんか落ち着くっていうか、いろんなことを忘れられる時間でもあるんです。選手時代と変わらずリンクの上でほとんどの時間を過ごす浅田さん、引退後変わったところはないのでしょうか。できなくなったことと、はい、あと逆にできるようになったこと、はい、できなくなったことはトリプルアクセル あのジャンプはやっぱ難しいです。今 やってくださいって言われても無理です。はい、ですけどできるようになったことですか、ことは心からフィギュアスケートを楽しんで愛して滑るようになったことです。準備は着々と進んでいました。この日は宣伝用の写真撮影です。普段のメイクとか興味とかおありなんですか。あります。あのなんかいろいろ教えてもらったりして、でも普段はあのもう全然結構そんなもうナチュラルメイクばっかりなので、いつもよりはしっかりメイクですよね今日。頑張ります。はい、いいと思います。素敵。はい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 、すごいいいと思います、ね、はい、いきます。ちょっと写真見てもいいですか。すごい。マオか。はい、来た来た来た。はいはい、入った。おっさん、めちゃくちゃ来た。はい、来た来た来た。すごいです。来た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 。おー、すごい。すごい来た。すごい来た。すごい来た。今日一番の音が出た。すごい。いや、これすごいっす。これ、素足が雪切りですね。めっちゃいいですね。あ、これ好きかもしれない。これはすごい強い。強いですね。強いですね。ところが去年1月、オミクロン株による新型コロナウイルスの感染が急拡大。急遽浅田さんがメンバーを呼び集めました。みんな安心安全でやっぱりやりたいっていう気持ちがすごく強くて、今後についてはあの今関係者の皆さんと協議中なので、はい、ということでした。はい、もともとその4月っていう目標があったんですけど、それが今ちょっと薄れかかっている状況ではあるんですが、あの気持ちを切らさずに、もっともっと向上心を持ってやっていくことが今自分たちのやるべきことだなと思います。その後も検査を定期的に行うなど感染対策を徹底しながら練習を続けたメンバーたち。無事でした。よかったです、はい、先行きが見えない中、浅田さんが刺激を受けたのがこの年の北京オリンピックでした。トリプルフリップ、トリプルトーループ。フィギュアスケート女子では坂本花織選手が浅田さん以来12年ぶりにメダルを獲得。オリンピックはもう私も一フィギュアスケートのファンとして、あの応援してました。ロシアの女子選手が
4回転ジャンプを成功させたことも話題になりました。女子も4回転飛んでたじゃないですか。すごいなって思ってます、うんうんうん、考えられないです私たちの時代からは、うんうん、やっぱり自分がフィギュア選手としてやってる時は、うん、これがもう限界なんじゃないかなって思ってずっと限界を超えるためにやってきたんですけど、うんうんうん、でも今のスケート界を見てると、うん、やっぱり相当進化しているので、うん、それをなんかオリンピック見て何事も進化ってずっと続くんだなっていうのを感じました、うん、浅田さんたちメンバーはアイスショーが開催されることを信じていました。しかし3月下旬心配していた事態が起こります。浅田さんが新型コロナに感染したのです。症状について初めてカメラの前で話してくれました。熱は4日ほど出て39度が4日続いてその後は収まりました。もう4日間はもうずっと横になってご飯もおかゆとかただやはり公園があると思うと体力ももう落とせないですしずっと寝ているわけにはいかないのでもう一日も早く回復しないとっていう思いではいました。さらに遅れることになったアイスショーの開催。この時メンバーと演出をめぐって意見のぶつかり合いもあったといいます。いつ開催されるのかがわからない状況でみんな練習をしてたのは事実なのでメンバーからいろんな意見をいただいてその全てを全部自分で受け入れた時にもう自分が対応ができなくてで自分も一人で抱え込んでずっとその状態が続きまして私の気持ちの部分でも一度もう無理かもという思いがあったり。ショーの開催時期が見えない事態となり取材は中断しました。再び連絡が入ったのは一月後。こんにちは。お元気ですか。元気です。この1ヶ月間は本当に、うん、自分の気持ちもそうだったんですけど、いろいろと変化がありまして、どこまでお伝えするかちょっとあれですけど、うん、まあでも。悩んだり落ち込んだりしたのは、うん、事実です、うんうん、はい、チームをどう立て直していくのか。ショーは開催できるのか。まずは自分の体力を取り戻さなければなりません。久しぶりに滑るとスケーティングしただけで心拍数が結構上がってくるので、うん、そこはもう確実に、うん、落ちてます、うん、心拍数と、うん、あと筋肉、筋力と、うん、そうです、うん、結構きついです、うん、
バーとの練習再開の日です。練習前、思いを語ってくれました。何が あったんですか。まずやはりコロナもありまして、まあ、延期がずっと続いていて、まあメンバーのみんなも、ごめんなさい、ちょっと私どこまで、伝えられるかちょっとわからないですけど、難しいけど、そうだな、みんなそれぞれ考えも違いますし、思いも違いますし、こうだろうって思ってたことが違ったりすることもありますし、すれ違いがあったこともあるとは思います。いろんな出来事が重なってしまって、私の体調もそうですし、それで、まあ、私もちょっと延期する決断をしたんですけども、でも最終的には待っていて、またこのショーに出たいって言ってくれたメンバーのみんながいましたし、日々生活をしていく中で考えていくと、いや私はスケート人生まだまだこれで終わるわけにはいかないと思いましたし、終わりたくないと思ったので、もう一度やるという決断になりました。この日はショーの最後の演目を練習することにしました。今日この時間はビヨンドの最後のフィナーレの振りでしようかなって思ってて、これビヨンドで作ってもらった曲なんですけど、裏テーマとしてはフェニックスっていうのがテーマで、これまでもいろいろあったじゃないですか。で多分このショーも1公演1公演きっとそれなりに自分の中ですごい辛かったりとか大変だったりとか乗り越えないといけないこともあると思うんですけど、最終的にこのショーの最後は自分たちの気持ちはフェニックス、強い自分たちをそこで表現するっていうので、毎回毎回どの公演も全て乗り切って、私たちは絶対にこう崩れない強いフェニックスになるっていうことで、振り付けの意味を伝えてメンバーの気持ちを一つにしようとします。それで一回こっちに落としてからの破裂してからの自由からの絶対外さないっていう、あそれいいかも。だから来ました来ました来ました、そしたらみんな同じ方向きます。なぜならビヨンドのこのショーに向いてる気持ちは一緒、いろんなことあるけどみんな同じ方向向いてます。でこれでも何かありました
破裂しました、思いをぶつけます、でも最後はビヨンドみたいな感じにしようかな。これいるかな、それか、もしくはこう来てます、それぞれ来てます、でなんか、もしくは来てます、来てます、来てます、どっちがいい、そっちがいい、こっち、じゃあこっちでやってみましょう。こうして一緒に滑るのは久しぶりだったので、なんかみんなどんな感じなのかなってやっぱり思ってました。私がやっぱり崩れてしまうと、このショーは全て崩れてしまうので、やっぱ自分のその責任感っていうのはさらに強くなりましたし、で私もまた頑張ろうと思いました、はい、浅田さんは吉永小百合さんに手紙を書いていました。前に進むことが大事と教えてくれた吉永さん、力を与えてくれたことへの感謝を伝えました。やっぱり前回お話をさせていただいて、たくさんパワーをいただいたので、そのお礼と私の今の現状だったり、あの時にお会いした時間っていうのは、時間がなければ今ここに私もこのアイスショーがもしかしたらなかったかもしれないので、私にとってはそれぐらいのとても大切な時間でありました。去年7月、いよいよ本日発表ということで、私はとても楽しみに今日この日を迎えました。全国16都市を回るアイスショーの開催を発表しました。とても大変な状況ではあるんですけども、やはりこのショーを通じてたくさんの皆さんにパワーを届けられたらいいなというふうに思っています。初日公演が行われる滋賀県大津市、公演2日前に浅田さんは会場入りしました。到着後すぐに練習に取り掛かりました。最初のシングの登場のところやろうかな、はい、ナーとシューが同じ位置に均等に行けるように、はい、立ち位置の調整など本番に向け入念に準備します。
に比べたらちょっと狭いかな。私も持っているから。そうだね、もう気持ちがいいと思う。終わりました。終わりました。ちょっと胃が痛いです。胃が痛い。胃が痛い。ちょっと緊張しました。浅田さん、実は本番前に緊張しやすいと言います。本当は強いタイプじゃないんですよ。結構子供の時もすごい試合に弱いタイプで、あまりなんかその、すごい強いっていう感じではなかったので。ソチの時は強かったんですか弱かったんですか、最終的には。いや弱かったじゃないですか、はい。心の弱さが出てしまったと語るのがソチオリンピックでした。金メダルを期待されて挑んだ大舞台。ショートプログラムでミスが続き、まさかの16位。次の日のフリー、なんとか6位にまで順位を押し上げました。浅田さんはこの試合のことを今も悔やんでいます。いつも通りのことができたのがフリーだったんです。あれが通常なんです、私の。ただ状態、ショートが終わった時の精神状態はもう現役時代の中で一番心が痛かったです。本番前日の夜、人からメッセージが届きました。浅田さんが吉永さんにどうしても聞きたいと思ったことの答えです。本当にありがとうございます。一つだけ質問させてください。吉永さんの人生の中で大切にしていることはありますでしょうか。またお会いできる日を楽しみにしています。一番大事にしているのは今日をしっかり生きるっていうことですね。それが明日につながる。だからあまり明日のことばっかり思わないで、その日その日を、自分のできる範囲でしっかりと納得のいくように生きていくっていうことが私の一番のモットーというか考え方なんですね。それと過去はあんまり振り返らないっていうか、それよりは前に進みたいという思いが強いんで、そういうふうにしてこれからも、これからますますいろいろ大変だと思うんですけど、生きていけたらというふうに思っています。もう嬉しいです、はい。本当に今日も自分がやれることを全力で終えることができたので、吉永さんがおっしゃったことがしっかりできていてよかったです。あとは過去を振り返らないとおっしゃってました、はい、その辺はお聞きしてどう思いましたか。そうですね、私も過去はあまり振り返らないので、はい、間違ってなかったなと思って、はい。じゃあ、あともう一つ、はい、メッセージもいただいてまして、はい、こちらは、はい、はい、今まで、たくさんの素敵な
競技とかあのアイスショーを見せていただいて、もうそれだけでももう満足しているんですけれども、これからもどうぞ私たちにあのパワーを与えてくださるような、そんな素敵なアイスショーをやっていただきたいと思いますし、でもそれよりも何よりもあのお体を大切にして、素敵な毎日を送っていただきたいと思います。そしてできればご結婚もしていただきたいなって勝手に思ったりしています。どうぞあのまた伺いますので、お元気で素晴らしい舞台を、舞台っていうかアイスショーを作っていただきたいと思います。ありがとうございました。今日まで、あ、すごい、はい、長くあの活躍されている方にこうしてまたメッセージをいただけて、ビヨンドに向けてあのさらにパワーをあのいただきました。そして迎えた公演初日。朝7時過ぎに会場入りした浅田さん、一番乗りでリンクへ向かいます。開演の2時間前から大勢の観客が並んでいました。またあの今までと違った内容にあのなるかと思って、あの楽しみに。試合と違ってこう縛りがないので、自由に真央ちゃんが作った、はい、こう見せたいものが見せてもらえるというのが、はい、泣くぐらい好きなんで彼女、はい、オープニングは軽快なジャズのリズムで会場を盛り上げます。客席の目の前にまで迫る演出、ショーの世界に引き込みます。
続いて大人の雰囲気が漂う衣装が見どころの演目です。千夜一夜物語を題材にしたシェーラザード。悪事を働く王のもとに嫁ぎ、その振る舞いを諭す女性を体全体で表現します。
メンバーとのフォーメーションに力を入れた幻想即興曲です。ショーのエンディング、
場まで見えなくなったショーの開催。そしてメンバー同士の意見のぶつかり合い。それを乗り越えました。公演初日から2週間後。今から座長のお誕生日やりたいと思います。サプライズです。行きます。浅田さんの32歳の誕生日をみんなで祝います。出会った仲間とともに新たなスケート人生を切り開いている浅田真央さん。もう一度ビヨンドやるんだと決めてよかったな。どんな時でもここにいるメンバーは私が諦めそうになった時もずっと待っていてくださったので、その気持ちを伝えたいです。
選手の時はやっぱり自分一人でこう目標に向かってそこに自分でプッシュしてたんですけど、今は近くに常に一緒に頑張っている仲間がいるので自然にパワーが出てきます。やっぱり挑戦し続ける人でいたいです。それが私も挑戦していてすごく楽しいですし、こう前に進むためのパワーになるので、どんなことも挑戦という気持ちを忘れずに、はい、これからも進んでいきたいなと思ってます。自分を超える、表現者として高みを目指す挑戦は続きます。